前回のあらすじ、送り表主義の呪いは受けたが、それは使わず、ジェソ玉を奪うことで蘇りの秘術を使おうという提案に乗ったシギマハルエは、カイリヒタをカシリ主の探索に送り出した。面白い話。面白い話があるんだよねって言われて、面白い話だったこと。シギマ帝応接間。面白い話だなぁ。え？カイさんが出て行ってから1時間以上が経っていた。何かあったら電話で連絡をよこすとのことだったが、まだ何もない。何もせずただ待っている。これって、また調べんの？いけばな。生バナを見ているとほんの少しだけ落ち着く。せいか。掛け軸。眺めていても何も感じない。とうに見慣れてしまった。はあ。うちにもなんか、実家にもね、よくわかんねえ、筆で書いた文字がいっぱい書かれてる掛け軸。あるでなあ。お皿は触ることができない。そういえばお茶の一つも出していなかった。あら。お茶の入れ方なんてわからないけど。あら。絶対これを調べてくださいという新聞がある。ファクシミリ使うことはほとんどない。持ってる相手がいないから。すごいことだね。カイさんからの連絡を待っているけど、未だ電話はならない。どうしちゃったのよ、カイさん。この時間ではテレビも放送していない。つけても無駄。つけようよ、ザーっていうの聞こうよ。レコードでも聞く？やめよ、夜中だし、聞きたい音楽も特にない。誰かいんのかな？お父さん、旦那さん。これはもう、これはもう調べられない。ああ、そうだ。シャンデリア。夫には暗いと文句を言われたけど、この薄暗さがちょうどいい。ああ。応接間、もうぎゅうぎゅうだよね、このね、椅子とかで。応接セットで。むやみに外に出ると危険だというのはわかるけど、こんな大切な機会に何もしないというのは落ち着かない。白石光代という娘も探してもらわないと。でもまずは再婚が先。じゃあ、新聞でも読むか。あれ、新聞。椅子の上に置いてあったものが落ちたみたい。まあ、これしか読むものがないから。誰？新聞。応接間に置いておくために取っているもので、私はそんなにきちんとは読んでいない。すごいね。応接間に置いておくために。ここ数年まともに見ることもなかったけど、手持ち無沙汰だし、見てみようか。あら。じゃあテレビ欄を見ようかな。テレビはあまり見ないけど、今日はバカ殿様やってるかな。最近は世の中の情報のすべてがテレビを中心に回っているのを強く感じる。うちの誘拐事件もテレビ報道を父が規制したらしいので、そこまで騒ぎにならず助かった。ふぅ。何がやってたの？シギマさん。テレビ欄見た？見てないでしょ。テレビ欄について話しただけでしょ、今。今社会問題になっているのはもっぱら都市郊外のようだ。確かに、ちょっと前まで本当に大気汚染や水質汚濁がひどかった。川は工業排水や生活排水で泡だらけ、近づくだけでヘドロの匂いが立ち込める。深刻な公害病が発生し、人々の意識が高まってきてようやく改善の方向に向かってきたが、排気ガスや高化学スモックなど工業地域の空気はまだまだひどいものだ。ふぅ、小さい文字は目が疲れるわね。経済欄も見てみようかしら。ここ最近の経済状況はどんなもんかしらね。戦後の高度経済成長もピークを過ぎて多くの大企業が安定して台頭する時代。今は1ドル、?220 円から230円くらい。製造業が増えて国産製品の輸出が好調なのだとか。あら、1ドル、?1ドル220円。
1ドルに220円の価値があるのと、1ドルに100円の価値があるのとでは、まあ、一時期に比べたらどれも下がったけど、これからもっと下がるのではと言われている。確かにここ数年で人々の暮らしは明らかに豊かになったと思う。円高よ!テレビや車は当たり前になっているし、スーパーに売っている食品も種類が増えたらしい。ふぅ。動物、今日の可愛いワンコの紹介コーナーはないのかしら。人々の暮らしにも余裕が出てきて、ここ数年で様々な娯楽が生まれているらしい。ちょっと前まではインベーダーを撃ち落とすゲームが大流行りしていたけど、杉間さんやった?最近は遊園地よりも豪華なテーマパークという施設や家庭のテレビにつないで遊ぶゲーム機が出て人気らしい。ベストセラー小説の映画や特撮映画などヒットする邦画の話題もよく耳にする。レコードは私の頃はグループサウンズやフォークソングが流行していたけど、今はシティポップと呼ばれるジャンルやアイドル歌手が主流になっているらしい。そんな話を聞いても私にはあまり興味が湧かない。本当にアイドルちょっと聞いてみようよ。教育欄ってなんだ?今や高校全入時代と言われ、中学校卒業後は女子も高校に進学するのが当たり前になっている。子供一人一人の教育に力を注ぐだけの余裕が生まれてきたということらしい。大企業に就職するためにはいい大学を出るのが必須という学歴社会になって、私のような団塊の世代の子供の世代は同年代の人数が多く受験戦争はますます激化し、そのストレスや反発からか校内暴力や非行少年も増加しているとか。でも、うちの子に限っては、そんなことは絶対にないと信じてた。そう思ってる、と!この欄は見るのはやめておこう。どうしてもあの子を思い出す。うちの中学校でも、廊下をバイクで走ってたらしい。お兄ちゃんの時期。ああ、何もしてないと嫌なことばかり考えそう。わかるー。低気圧の時の私?新聞でも読んで気を紛らわせようか。読んだけど、あ、教育欄。じゃあもう一回、テレビ欄を見るか。今は漫才ブームが終わって漫才師たちが漫才をやらない番組が流行っているらしい。超能力者や霊媒師が出てくるような特番も多い。オカルト系が人気というのは本当なんだ。あ。超常現象系があったのね。今日のテレビ欄。凶悪な犯罪や事件も後を絶たない。先日も区内の公園で警察官の死体が発見されるという事件があったよと。警察官の死体なんだ。うちの家系に警察関係者が多いのでどうしても気になってしまうけど、去年の一件以来辛くなるのでニュースもあまり見ないようにしていた。なるほどね。何回でも見るな。高校生少女の自殺?あ、見つけちゃいました?ああ、確かに一週間ほど前近くで学生の投身自殺があった。原因はいじめか受験かとか言われていたけど。え?ここ、あんまりびっくりすると聞いてるみんなが本当にびっくりしちゃうかもな。え?あれ?嘘?この?一週間前に自殺したこの名前。駒形高校の白石道夫って、え?テレビ欄もう一回見る?息子の誘拐に関わっていた白石道夫は一週間前に自殺していた?どういうこと?城之内という教師はすでに死んでいる少女を恐れていたの?呪いってそういう理由?ああ、私ではわからない。カイさんに相談したい。電話まだ?電話?受話器が上がってたりしない?保留になってる?え?受話器上がってる?カイさんからの連絡を待っているけど、未だ電話は鳴らない。大丈夫、受話器上がっていない。かかってくればすぐになるはず。じゃ、電話線、わあ!キャーなった。なんか、連絡来るかなとか。そろそろインターホンなるかなーって思って、ふとインターホン見つめてた時に、ピンポーンってなると、うわーってなる。ガチャ!え、まだ出ない?いや、まだ出ないか。え?まだ読んでないから?経済欄を?
都市部に人が集中し、土地の値段がどんどん上がってマイホームが夢なんだって。マンションが増えていくか。ふーん、世間とのあれを感じるな。あれを。あと最近だと、あ、なめどりね。あー、さっきカイさんが言ってたのはこのことか。なんか娯楽がどんどん増えていくよね。新人類と呼ばれる若者たちが引っ張っていくんでしょうね。ガチャ、はい、アバブ。はい、はい、シギマです。あー、はい、シギマです。いやー、新聞ざーっと読んだな。カイさんだったかな？まあ、こんな時間に、こんな時間にかかってきたらカイさんですよね。駒形橋？こんな橋？電話でカイさんに呼び出され、私たちは隅田川に架かる駒形橋まで来ていた。カイさん、あなたに話したいことがある。そうか、奇遇だね。僕もだよ。え？なんか怒ってる？なんか怒ってない？隅田川に架かる橋の一つ、駒形橋の上にいる。高速道路と大通りに囲まれているけど、さすがにこの時間だと交通量はほとんどない。お、更新ページを開くよ。駒形橋、隅田川に架かる橋の一つ、竣工は1927年。あお！わお！関東大震災！助けて！関東大震災後の復興事業において当時最先端の建築技術が用いられ、デザインとしてもアーチが特徴的な外観となっている。隅田川には多くの、は？橋？は？が存在するが、それぞれ異なる構造形式とデザインが用いられている。梁、橋、カイさん、隅田川を眺めている。川に何かあるの？え？そんなことある？え？川になんかある？隅田川。汚染でよどんだ川だけど、夜になれば静かに佇む水面は穏やかな表情を見せる。え？マダム、やはり地元の人にとっては。なんすか？この隅田川は故郷のシンボルみたいな存在なのかい？さあ。少なくとも、私はあまり好きじゃない。そりゃあね、そうだったね。息子さんここで見つかったんだもんね。誘拐事件の後、あの子はこの汚い川で見つかった。こんな冷たくよどんだ水の中に一人ぼっちで。さぞ怖かったでしょうに、寒かったでしょうに。どうして罪もないあの子が、そんな辛い目に。え？リヒトさん何？それから私、毎日この川のほとりに来て、川に向かってお願いだから返して、あの子を返してと、ただただ祈り続けていた。幾日も、幾日も、幾日も、幾日も。昔から川というものはこの世とあの世の境界だと言われていてね。ん？それだけ流れる水を越えるという行為には霊的に大きな意味があるそうだ。そうなん？人々が江戸で暮らすようになった頃、中央に住む人たちにとって、この大きな隅田川の向こう岸というのはまさに異世界だったらしいね。かの地には人々からの奇異的な感情が集まって渦を巻いていた。え、地図。明暦の大火という大災害の後、両国橋が仮設され本格的に本所開拓が行われたわけだが。はあ。その際、この地域は中央に開拓した人工河川で囲われ、さらにいくつもの堀や割下水が張り巡らされた。それは洪水を防ぐための治水だと習ったけど？それもある。だが。なんか、専門用語多いな。大川の彼岸という異世界に渦巻く、汚れや魑魅魍魎の類を、川で囲ったこの地区に閉じ込めて、死岸、すなわち現世に現れないようにする。何？そんな意味合いが密かにあったそうだよ。何やって？
つまり本図はあの世に近い場所とされていたってわけ。だからこそ蘇りの秘術なんてものがここに眠り、そして本所七不思議とその呪いが今なお残り続けているというのはあるだろうね。そして今僕らが立っているここは川の真上。まさにこの世とあの世の境目だ。え？人が蘇るくらいの奇跡が起こったとしても、まあギリギリおかしくないだろう。本当にギリギリよ？川に向かって祈りを伝えたマダムの行為もあながてでたらめってわけじゃない。でも川から、上がってくんの？みたいな。それって慰め？いいや、考察だ。なんだ、考察か。考察税。そう。面白い話。面白い。面白いね。隅田川。東京の東部を流れて東京湾に注ぐ荒川水系の一級河川、江戸時代には城下建築を支える材木運送の要であるとともに、須田堤は花見や川遊びなど庶民にとっての行楽の場であり、多くの錦絵にその賑わいの様子が描かれている。現在こそ改善されているが、戦後には生活排水や工業、排水による悪影響に悩まされた時期もあった。隅田川には両国橋や東橋をはじめデザインの異なる橋が多く架けられているのが特徴で、観光スポットとして訪れる人も多い。また夏の花火大会は欠かせない風物詩となっている。都市の発展に川の存在は欠かせないものだが、江戸から東京へと共に寄り添ってきた隅田川のその情緒あふれる風情は、多くの文人墨客を刺激し、様々な文学作等の舞台になっている。文人墨客！そんなものが。隅田川ね、東京住んでるとき、友達が近くに住んでたから、何回か通ってましたけど、まあ、ね、一回見たらね。あ、これが隅田川ね。みたいな。ね。ちょっと待って、私から話したいわ。私の話をしても？ああ、どうしたんだい？あのね。白石道夫って子いたでしょ？ああ、誘拐事件の日に秀一少年と一緒にいたという女学生だね。そう、その子だけど。もう死んでるんですって。何？先週この近くで自殺した学生が白石道夫という名前だった。確かに自殺があった。そうか、名前までは把握していなかった。なんてこった。一足遅かったか。ようやく掴んだ手がかりだったのに。ちょうど一足。いや、むしろこの自殺によってあの城之内という教師の気持ちが動いたのか？ああ、それがなかったら、確かに喋ってくれなかったかもしれないか。呪い殺されると言っていたのは死者の怨念ということだったか。その子に話を聞けないとなると話が振り出しに戻っちゃった？いや、あの教師、何か知っていて、隠している。怖い顔。少なくとも白石道夫の自殺の原因に城之内自身が関係していると思っている。だからこそ自分が死者に呪い殺されると恐れたのだろう。でしょうね。でも自殺、だからね。そこに誘拐事件が絡んでいる可能性は高い。脅されたとか？知ってて。ん？まあ、なんとなく察しはつくけどもね。察し？推理とも言う。考察か？マダムはわかるかい？城之内教諭が何を隠していたのか。あの男？なんとなくわかる。あの猫背。そうね、なんとなくだけど。まあ、杉間さんは見たことないけど、城之内のこと。え？城之内教諭は、城之内教諭を、脅迫していたんだよね。ごめんって。違う？ちょっともう一回やらせて。それは自分自身をってことかい？さすがにちょっと考えにくいんじゃないかと思うな。ブブ。そう、じゃね。もう一回やらせて。探偵の真似事で推理なんてしてみてもうまくいかないのね。まあ、今その話は置いておこうか。いずれはっきりするだろうからね。もう一回やらせてもらえなかったか。ふざけるのは大概にしろということか。とにかくあの城之内という教師にはもう少し話を聞いてみる必要があるな。え？
どうしよう、今の分岐だったかしら。正直なところあまりのんびりとしている気にはならないのだけど、今があの子を蘇らせることができるかどうかの瀬戸際なのだから。うん。うわぁ。じゃああなたの話どうぞ。そうか。かすり主を探して七不思議とゆかりのある場所を巡ってみたところ、え、そうか？何人かそれっぽい人を見かけた。どんなのがいた？あ、まず金縛り公園の近くにいた長身の男、弓岡！何も知らずに道を尋ねるふりをして接触してみたところ、危ないよ、リヒタさん。逆に、こちらを探るような問い返しをされたが無関係だと判断するとさっさと去っていったよ。呪いについて知ってそうな感じだったな。かすり主の可能性は 40% くらいだ。え、南あり下水通りで見かけた中年男性。え？この男は手に地蘇玉らしきものを握っていたからおそらく間違いない。明らかに挙動不審で、キョロキョロとターゲットを探している感じだったから。え、これ誠？積極的にサイコンを集めているのだろう。僕らの狙い目としては悪くない。これ誰？これ誠？あ！続いて両国橋付近にいた若い男女の二人組。波明。この場所では青年の方からかすり主か？と声をかけられたよ。僕が知らないと返事をすると謝罪してまたこの付近で隠れて待つ様子だった。知らないでいいんだ。どうも協力者を探しているような振る舞いだったな。ただ、この二人の関係はあまり協力しているようには思えなかったけどね。グループで最高集めを攻略しようという考えは悪くないと思うけど、この状況で信用できる仲間が集まるかどうかは難しいだろうね。え、あの女の子も持ってんの？ただなりふり構わない姿勢は好感が持てる。彼らがどんな事情を抱えているのか興味を持ったよ。まあ確かにな、波垣、全然誰かを生き返らせたそうじゃないんだけどね。あとは道端で見かけた二人組の刑事。まあこの二人はね。え、刑事まで？先日この近くの公園で死体が発見されたから、その事件の捜査をしているだけの可能性もあるけど。その事件現場は七不思議のゆかりの場所だ。呪いに巻き込まれた可能性は大いにある。本庁の刑事がわざわざ来てるというところもややきな臭いところだ。まあね、エリオがいたから。なぜ見ただけで本庁の刑事だと？何？ちょっと知った顔だったんでね。同期だったんでね。とまあなんとなく怪しそうだった人物はそんなところだな。ありがとう。さすがね、この短時間でそれだけの情報を。オッケー。これでもプロフェッショナル探偵だからね。そう、略してプロタンといったところか。ああ、その左で、なんでしょうね。まあ、プロタン。そんな格好なのに目立たずに行動できるのもプロタンのなせる技？食いたん。ああ、僕くらいのプロタンになれば白い服での密行動もお茶の子さいさいだ。お茶の子さいさいか。それはそうと。サイコンを集めていそうなのは中年男性と男女のペアあたり？いずれにせよまだ奪うには早いだろう。思ったよりもかすり主同士の接触は多くなさそうだったね。他にもかすり主はいるだろうし、まずは目星といったところだ。これから呪い殺された人が発見されればもっと騒ぎになる。状況がごちゃっとしてくれば、奪うチャンスも出てくるだろう。そう？終わり？話はもう大丈夫かい？そうね、言いたかったことは言った。言ったかな？話はもう大丈夫よ。のんびりとしている気には、あ、それ私に言ってる？考えるを押している私に言ってる？すいません。後ろには誰もいないか。ああ、そう。え？隅田川と言ったらもう一つ思い出す話があるのだけど、聞いてくれる？聞くよ。話聞くよ。もちろん。